在した伝説の忍者桃地丹波。戦国時代に活躍した伊賀流忍術の祖とされ、伊賀忍者を統括する3人組伊賀三条忍の一人。伊賀忍者をうまく統率し、織田信雄の8000の兵の伊賀への侵攻を押し返すなど優れた統率力を見せましたが、1581年、織田信長は自ら5万の大軍を率い侵攻を開始し、これによりあえなく戦死したと言われています。風魔小太郎、代々ご北条氏に仕えた関東の忍者集団風魔忍者の5代目頭領。北条五代記によると、身長約2m16cm、筋骨隆々、口は両方に大きく裂けて4つの牙が出ており、叫べば約 5.5km 先まで届いたと、おそらく真実ではないでしょうが、怪物のように描かれており、ゲリラ戦法が主でスパイ、奇襲、放火、デマを流す、さらには現実を使ったとも言われています。服部半蔵、最も有名な忍者で槍の名士で槍の半蔵の異名を持ちました。服部半蔵は服部家当主の名乗りであり、本名は服部正成。本能寺の変後、命を狙われた徳川家康を伊賀忍者と協力し、京都から三河への帰還を成功させたことから伊賀忍者の棟梁を任されますが、正成は忍者ではなく、あくまで徳川家康に仕えた武将。伊賀忍者とのエピソードから正成イコール忍者のイメージがついていったようです。